小牧線は愛知県名古屋市北区の上、飯田駅から愛知県犬山市の犬山駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線である。名古屋市北区から春日市、小牧市を経由して犬山市とを結ぶ路線である。上飯田駅小牧駅間は複線区間であるが、小牧駅犬山駅間は単線区間であり、名古屋市内へ向かう地下鉄乗り入れ路線にもかかわらず、 ローカル線という性格が強い。他方で、近く間が、上井田駅、あ島駅間と小牧駅周辺の2カ所、広角間が4カ所存在する都市型の路線形態となっており、真内駅小牧原駅間では、真内駅が地上駅、小牧口駅が堀割駅、小牧駅が地下駅、小牧原駅が高架駅と続いている。2003年以前は、 名古屋市中心部へ行くには、上飯田駅で降車してから、市バスに乗り換える必要があったが、上飯田線への直通運転を開始したことで、平安通り駅で名古屋市営地下鉄名城線に直接連絡するようになった。運賃計算区分は B。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。上飯田駅や島駅間は、 新線区間となるが、加算運賃は設定されていない。上飯田線及び小牧線を通過し各見原線、広見線方面との間の連絡乗車券は発売されていない。一旦、犬山駅までの乗車券を購入した上で着駅にて生産することになる。マナコとかなどの IC カードを使用した場合は、実際の乗車経路に関わらず、最大経路で計算される。 名鉄の路線であるため、名古屋市の経路パスでの無料乗車はできないが、2018年10月1日より、名古屋市内の区間にあたる上、飯田駅、あじ駅のチャージ利用に限り後日、払い戻す形で事実上無料で乗車できるようになっている。1931年、名域鉄道が、城北電気鉄道と沖田鉄道の事業を統合し、上飯田駅、勝川駅間及び、 安ジ駅から新小牧駅間を城北線として開業した。城海道沿いのこの地域は明治時代に中央本線の誘致に失敗した経緯があり、鉄道の不設は地元の悲願であった。当時は非電化路線でガソリンカーによる運行であった。その他の区間の免許については開業直後に失行したため、経路を改め、1931年2月24日、 上飯田東大曽根長官について、軌道不設の特許を取得した。1931年4月29日には、新小牧駅犬山駅間が開通し、上井田駅犬山駅間を大曽根線、安島駅、勝川駅間を勝川線とそれぞれ解消した。しかし、上飯田東大曽根長官の延伸計画は、立ち消えとなり、代わりに、 1944年7月11日、名古屋市電尾成通線が、上井田駅まで開業した。第二次世界大戦下において、ガソリン供給が難しくなると、1942年7月1日、まず、上井田駅から新小牧駅間が電化された。その後は、戦争の深刻化に伴い、数多くの駅が休止に追い込まれた。主に高木町にあった陸軍の、 陸軍造兵省だから伊降省へ通勤する、公員輸送対策として高台線が計画され、1945年5月1日、高台線との連絡のため小牧線の新小牧駅への乗り入れが完成し、小牧駅が廃止され、新小牧駅は小牧駅と改称した。戦後、1947年11月24日、小牧駅犬山駅間が電化され、 1948年5月16日、大曽根線は小牧線と解消した。同時に、これまで小牧線と呼ばれていた岩倉駅小牧駅間は岩倉支線と解消した。その後、1954年には閉塞方式に名鉄発の単線自動閉塞を導入し、1956年にかけては全線に列車集中制御装置を導入し、 1964年10月1日には、河川電圧を600ボルトから1500ボルトに昇圧した。このほか1965年に、博物館、明治村が開業し、羽黒駅を明治村口駅に改称して連絡バスとのアクセス駅とした。特急列車の乗り入れも行われたが、1985年に連絡バスの発着が犬山駅に変更されたことにより、 役目を終え、元の羽黒駅に戻された。1964年4月25日に岩倉市線が1971年2月1日に名古屋市電尾成通線が廃止されると他の鉄道線との接続が終点の犬山駅だけになり、起点の上、飯田駅はバスが接続するのみの路線となった。 通勤時間帯は、時間の読めないバスを避けて、最寄りの名古屋市へ地下鉄名城線、平安通り駅まで歩く人も多かった。乗り換えの不便さが嫌われた結果、名古屋市内へ向かう路線にも関わらず、この状態を解消するために、上飯田駅や島駅間の地下線化と、上飯田駅平安通り駅間を結ぶ地下新線が整備されることとなった。なお、この整備の際には、 駅間の長い上、飯田駅や島駅間に、瀬古駅を設ける話も浮上したが、結局設置は見送られた。2003年、カミリーダ線との相互直通運転を前に、名古屋鉄道の路線では初めて無人駅に遠隔操作による駅集中管理システムを導入。線内の全駅に、自動券売機と自動改札機、自動生産機が設置され、 名古屋地区共通の共通乗車カードシステム、トランパスが導入された。また、上飯田駅には、稼働策が設置された。同年3月27日に上、飯田駅安島駅間の地下新線が伏線で、開業し、旧来の同区間の地上単線区間は廃止された。この結果、小牧駅以南の区間がすべて伏線となった。同時に、名古屋市営地下鉄上飯田線との相互。 直通運転をワンマン運転で開始し、名城線の平安通り駅まで直通するようになり、飛躍的に利便性が向上した。なお、上飯田駅安島駅間の地下線区間は上、飯田連絡線株式会社が保有することとなったため、当該区間は名古屋鉄道が第二種鉄道事業者となっている。また、この区間は名鉄の路線の中で唯一 ATC が 導入されている区間でもある。規模50系ガソリンカーほぼすべての列車が、上飯田駅から平安通り駅までの名古屋市営地下鉄上飯田線と直通運転し、上飯田線と運行が一体化している。現在は普通列車のみの運行である。上飯田線平安通り駅犬山駅間の列車を毎時4本運行しているほか、平安通り駅小牧駅間の列車が平日朝に毎時4本。 ユーラッシュ時と土曜、休日の朝に、同2本加わる。校舎の時間帯は、平安通り駅小牧駅間が10分ごと、小牧駅犬山駅間が約15分ごとの運行となるので、運転間隔調整のために、犬山駅発着列車の半数は、小牧駅で約5分停車する。カミリーダ線開業後は、カミリーダ駅で名鉄線小牧、 犬山方面へ折り返す列車はなくなった。カミリーダ線開業後も小牧線内のみの列車もごくわずかに残されており、小牧駅犬山駅間の単線区間の始発列車と、その次の列車は小牧発犬山駅、最終は犬山発小牧駅となっている。駅集中管理システムの導入によって車掌による発見や改札作業が不要となったことから、各駅のホームの映像を 運転席のモニターに伝送するシステムを導入した上でワンマン運転を実施している。また、発車時にはカミリーダ線と共通の車載上高速新メロディを使用するほか、カミリーダ駅にはホームゲートが設置され、電車の到着、発車時に一緒に開閉する。通常は、名鉄の他線と直通する列車はなく、名鉄名古屋駅、新沼駅、 新谷駅方面などへは、犬山駅で乗り換えなくてはならないが、毎年8月10日の日本ライン夏祭り、農業花火大会の際に、犬山線新沼駅への延長運転が行われている。過去には、高見ヶ原線新岐阜駅や、新沼駅、広見線新谷駅まで直通する列車や明治、村口駅発着で、犬山千名鉄名古屋駅方面に直通する特急列車も、 定期運行していた。上飯田線への乗り入れ開始前までは、毎年3月15日に開催される、多県神社の放年祭の観客輸送のため、名鉄名古屋駅方面から、犬山線直通の急行を臨時運行したり、前日の犬山線直通の特急が、小牧駅まで臨時延長を運転することもあった。平日朝、ラッシュ前後に、 小牧駅犬山駅間の定期回送列車が2往復運行されている。回送列車は一部の駅を通過する。沿線で小牧基地航空祭などのイベントが行われて臨時に増発される時も同様に送り込みの回送列車が運行される。単線区間の小牧駅犬山駅間では日中は多県神社前駅と五郎丸信号場で上下列車が交換する。 上飯田線開業前は楽電駅でのみ、列車交換が可能であり、おおむね20分ごとの運行であった。上飯田駅、小牧駅、多県神社前駅の年間乗車人員の推移、上飯田連絡線の開業で利用者数を伸ばした小牧駅とは対照的に、それまで終端駅だった上、飯田駅は中間駅になったことで減少に転じた。 その他の駅の年間乗車人員の推移。各駅とも相互直通運転開始とともに、利用者数が増加しているが、中でも安島駅、安吉駅の増加が目立つ。2003年3月27日、名古屋市営地下鉄上井田線との相互、直通運転の開始により、利便性が飛躍的に向上し、それまで減少傾向にあった利用者数は大幅な増加に転じた。 2008年度末には道路線の利用者数が1985年以降では最高となり、道路線の1日平均利用者数としては初めて4万人を突破した。愛知県の統計によれば、2003年度の1日、あたりの輸送人員は3万860人であった。また国土交通省中部運輸局の統計によれば、2008年度の1日、 辺りの輸送人員は4391人である。2009年以降も、ほぼ同等の輸送人員を維持している。しかし、名古屋駅に直通できないので JR 中央線や、名鉄犬山線などに流れる利用者も多い。2003年の上、飯田駅、あ島駅間の地下線化及び上、飯田線開業に伴う直通運転開始以降は、 小牧駅周辺の地下線開0に運行された A 基準を満たす車両から AA 基準を満たす、いわゆる地下鉄対応車両に切り替わったことにより、ステンレス車両かつ VVVF 車のみで運行されている。このような路線は2014年に瀬戸線の車両が4000系に統一されるまで、名鉄では唯一の存在であった。一部の駅では6両分に延長可能になっている。 ものの、犬山駅を除く、ほぼすべての駅において、法務庁が4両までの対応となっており、いずれの形式も4両固定編成が単独で、運用され、増解決は行われない。カミリーダ線開業以前は、主に以下の車両により運行されていた。2両や3両の編成も存在し、小牧駅で増解決することがあった。このほか旧3700系、3400系、 7700系、7300系、5500系などの運行もあった。2003年には8800系が団体列車として入線した。3500系や6000系などの方向幕には運用がなくなった現在でも臨時での乗り入れに備え、カミリーダと小牧の駒が残っている。小巻駅周辺の地下1000回は名鉄名古屋駅の新名古屋地下トンネル同様の 長大トンネルの解釈により、名鉄名古屋本線同様に A 基準を満たした車両のみが運行されていたが、いずれの車両も A 基準を満たす地下鉄対応車両ではない。小牧線では、上飯田駅小牧駅間が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、同区間では列車の運行が休止されることになっている。 ありがとうございます。